皆さん、こんにちは。フィリピンから参りました。ジョニーと申します。日本に来て2年です。アミマチの会社で技能実習生として働いています。昨年8月に日本の夏祭りを初めて体験しました。その時に私の国の田舎の祭りを懐かしく思い出しました。私の生まれたところはフィリピンのロハンです。マニラから船とバスで6時間かかります。アミ町のマイアミ祭り、そしてナウハンのダバリスティヒートフェスティバル。この2つの祭りの違いについて今日はお話しします。日本の祭りとフィリピンの祭りは賑やかなところは同じですが、違うところがたくさんあります。アミ町のマイアミ祭りは2日間開催されます。最初の日はステージのイベント、おみこしパレード、かわいおじえんじの踊りもありました。2日目、私はアミ日本語クラブのみんなと初めて日本の祭りに参加しました。いろいろな初めての楽しい体験になりました。まず、素敵な浴衣。たくさんの中から色のきれいな浴衣を選びました。一人では着られないので、着物に先生に着せてもらいました。髪の毛も美容師に先生がきれいな飾りつけて、昔の日本人の髪型にしてくれました。浴衣を着ると足の先まできっちりすっきり見えますが、歩くのが大変です。帯がほどけそうな人や胸のあたりが危ない人もいて、ハラハラドキドキ。浴衣を着たらおしとやかな大和の弟子にならなければ。その後、踊りの先生がいらして、みんなで盆踊りの練習をすることになりました。私はダンスが苦手の上、浴衣を着て大変でしたが、みんなの顔はワクワク楽しそうでした。夕方からの盆踊り大会に参加して、フィリピンとの違いにびっくりしました。日本の盆踊りは参加グループがみんな同じダンスをしてますが、フィリピンではストリートダンスで参加グループがみんなそれぞれ違うダンスをします。二つ目の違いは、アミ町のマイアミ祭りは2日間だけですが、フィリピンでは3ヶ月前からバスケットボールやバレーボールなどのスポーツコンテスト、3日前には美人コンテスト、歌のコンテスト、それになんとゲイコンテストもあるんでしょう。これは本当に面白いコンテストです。フィリピンでは長い期間ワクワク楽しそうなみんなの顔が見られます。3つ目の違いは、お祭りの店、屋台についてです。マイアミ祭りもお店がいっぱいありました。美味しい焼き鳥、イカ焼き、リンゴ飴。マイアミ祭りは夏ですから、私はかき氷が大好きになりました。ほとんどのお店は食べ物を売っています。でも、フィリピンの祭りの店はアクセサリー、子供のおもちゃなどで、食べ物はあまり売っていません。フィリピンでは、お祭りの時、それぞれの家でいろいろな料理を作ります。サラダ、スパゲティ、フライドチキン、パンシートなど、高級料理ではありませんが、家族でなくても、誰でも、一緒に自由に食べられます。もちろん、ただです。フィリピン人はお金持ちでなくても、心を込めて、自分のできる料理でおもてなしをします。日本とフィリピン、この2つの国の祭りを祝う方法は違いますが、大切なのはみんなの気持ちです。お祭りの日が、誰もが笑顔になれますように、誰もが楽しんで、その日がいい思い出とになれますように。今年は私の日本での最後の夏です。私はもっと日本の祭りを楽しみたいです。ご清聴ありがとうございました。